こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではジーパンはオワコンなのかというテーマについてお話をしてみたいなと思っています。結構ですね、衝撃的なタイトルなのかなと思っています。というのも、僕たち30代40代の大人の男性にとってブルージーンズというのはですね、定番的なアイテムで、それがオワコンと言われてもですね、いまいちしっくりこないんじゃないのかなと思っています。ただ結構ですね、10代20代の方にとってブルージーンズというのは結構ですね、定番的なアイテムというイメージがもうないんですよね。それ以外にもたくさんのボトムスの選択肢があって、例えばワイドパンツですとかスラックスなんかも履きますし、ジョガーパンツみたいなものも履きますよね。さまざまな選択肢がある中の一本としてデニムという存在があって、そこまでブルージーンズにですね、思い入れが強い世代ではないんですね。ですので10代20代の方にとってのジーンズと、僕ら30代40代世代にとってのジーンズというのは全く感じられ方が変わってくるのかなと思っています。そして僕たち世代にとっても定番だったブルージーンズというのは、今ではちょっとずつシェアが落ちてきてるんですね。先ほどお伝えした通り、ジーンズ以外にも様々な選択肢があって、その中でのあくまで一つでしかないわけなので、もうジーンズばっかり履いてるという方はですね、以前に比べるとだいぶ減ったのかなと思っています。そういった意味ではブルージーンズというのはちょっとオワコン化してきてるのかなというイメージは僕の中にはあるんですが、ただですね、ブルージーンズというのはいつの時代も変わらないオーソドックスで定番的なアイテムなので、これからもですね、消えることはまずないだろうと思うんですね。もちろん以前のようにブルージーンズを履いてる方がたくさんいるという状況というのはなかなか起きづらいかなと思うんですが、僕たち世代にとってブルージーンズというのは定番的で見慣れたアイテムではあるので、決して NG アイテムではないのかなと思っています。ただこのブルージーンズというのをなんとなく履いてたりだとか、とりあえず履いてるとですね、やっぱり素敵には見えづらいのかなと思っています。確かに街で歩いてる男性を見ていても、30代以上の男性のジーンズ使いはですね、いまいちのことが多いんですよね。どのような点が具体的に良くないかというと、サイズ感ですね、このフィット感があまり良くないのと、あとは裾がダボついていたりするのもあんまり良くないですね。あとは色合いだとか全身のコーディネート、こういったところでブルージーンズが素敵に見えていない男性も多いので、今回はですね、定番であるブルージーンズをオワコン化させないために、こういったところを押さえておくべきですよというところですね、皆さんと一緒にシェアをしたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。まずブルージーンズにおいて大切なのは、どんなものを選ぶのかというステップなんですね。ここのブルージーンズの選び方自体を失敗してしまうと、コーディネートでどうにかするのがなかなか難しいので、まずはジーンズ選びというところが大切になってくるのかなと僕は思っています。ブルージーンズといってもですね、価格帯が結構幅広いんですね。以前であればリーバイスですとかエドウィンだとかリーですとか、こういったデニム専門ブランドというところが強かったんですが、最近はですね、二極化していまして、もう安いものはユニクロで買うことができますし、高いものは本当に2万円を超えるものまであったりするんですね。例えばレッドカードだとかヤヌークだとかAG、ヤコブ公園、インコテックスだとか、このようなデニムが強いブランドというものがあって、そういうものは2万円3万円としてくるわけですね。このようにジーンズといってもですね、価格の幅が広いわけですね。じゃあその中で僕たちがどんなジーンズを選べばいいのかというと、僕はですね、まずはユニクロからスタートするのが良いのかなと思っています。正直ですね、ユニクロジーンズのクオリティってめちゃくちゃ高いかなと思っています。シルエットもすごく綺麗ですし、あとは生地の質感ですね、ここも安っぽい感じはしないですね。特にジーンズに関しては高いものと安いもので色の落ち方の表現なんかが変わってくるわけなんですが、もちろんですね、レッドカードだとか AG だとかヤコブ公園だとか、そういったプレミアムジーンズと呼ばれるものの色落ちってすごく綺麗だったりするんですが、素人から見るとユニクロのジーンズとこのような高いジーンズの色落ちの違いってそこまで明確にはわからないのかなと思っています。そういった意味でこういう高いジーンズというのはあくまで嗜好品で、ファッションが好きな方はこういったものを手にするのが良いのかなと思っています。僕自身も様々な高いジーンズを履いてきて、確かにですね、履いていて雰囲気もいいですし、気持ちが高揚するので大好きなんですが、自分の体型に合ったりですとか気軽さというところではユニクロの魅力というのは十分に感じているんですね。で、最近僕はどういったデニムを履いているのかというと、やはりですね、気軽に履けるユニクロの方が多くなっていまして、そのあたりはご自身の予算感だとか、どれぐらいジーンズに思い入れがあるのかによって選んでいただくと良いのかなと僕は考えています。今回の動画ではユニクロのジーンズの中でどれを選べばいいのかということをまずお話をしたいんですが、ジーンズってシルエットがかなり重要なんですね。
どのようなフィット感なのかで全然見栄えが変わってくるんですが、世の男性を見ていてこのジーンズはいまいちだなというのはやっぱりサイズ感が緩い方が多いんですよね。ユニクロの中ではジーンズでも様々なフィット感のものがあるんですね。スキニーフィットと呼ばれるものと、スリムフィットと呼ばれるものと、レギュラーフィットと呼ばれるもの、代表的なのはこの3つなんですが、この中でレギュラーフィットというものを選んでいる方も多いんですが、これはですね、僕は NG だと思ってるんですね。いわゆる普通のおじさんが履きそうなジーンズで、フィット感にですね、メリハリがないんですね。ですのでどうしてもやぼったく見えがちなんですね。ですのでジーンズをもし選ぶのであれば、僕はですね、スリムフィットかスキニーフィットかどちらかが良いのかなと思っています。この2つの中だったら定番的なのはスリムフィットですね。こちらはあらゆる体型の方に似合いやすいような、まさにオーソドックスなデニムの形なのかなと僕は思っています。特にですね、膝下から細くなっているので足をきれいに見せることに特化しているデニムなのかなというふうに感じています。主にですね、普通体型からぽっちゃり体型の方はスリムフィットの方が良いかなと思っているんですが、僕自身もそうなんですけども、痩せ型の男性はですね、スリムフィットだとちょっとですね、足とデニムの間に空間ができすぎてしまうんですね。あまりフィットしてる感じがしないので、そういう場合はスキニーフィットを選ぶとバランスがいいのかなと思っています。スキニーというと結構ピタピタになってしまうような印象があるかなと思うんですが、ユニクロのスキニーにおいてはそこまでですね、ピタピタな感じではなくて適度にゆとりが出るので、痩せ型の方であればスキニーフィットを選んで問題がないかなと思っています。ただ結構ここは難しいところなんですが、やぼったいようなサイズ感も良くないですし、かといってピチピチもあんまり良くないんですね。無理してややぽっちゃり体型の方がスキニージーンズなんかを履くと、かなりですね、密着度が高いフィット感になるので、これはですね、あまり印象が良くないので、ピタピタになりすぎない程度のサイズ感というところをイメージしてもらうとすごくいいのかなと思っています。そして続いて色なんですが、どんなものを選べばいいのかというと、ブルージーンズといってもですね、様々な色があるんですね。ほとんどブラックに近いような濃いデニムもあれば、ちょっと色落ち感が楽しめるようなものもありますし、もっと明るいものがあったりするんですね。明るい色合いのものというのは基本的に NG と呼ばれることが多かったんですが、最近はですね、結構10代20代の方でもタイトなファッションを好む方の間の中ではブルージーンズの明るめのものを履いている方もいらっしゃるんですね。それはそれで似合う人は似合うんですが、僕ら世代がこういったものを履いてしまうと、どうしてもですね、くたびれた感じに見えてしまうんですね。色が明るければ明るいほどカジュアルな印象が強まってしまって、僕たちの雰囲気とはなかなか合いづらいので、できれば濃い色を選ぶか、もしくは少し色落ちしたぐらいのものを選ぶぐらいがちょうどいいのかなと思っています。僕自身としては濃いものよりはですね、少し色落ちをして濃淡みたいなものを楽しめる方がブルージーンズのですね、本来の魅力みたいなものが伝わるかなと思うので、そういったものを愛用することが多いのですが、この2択の色合いで皆さんも選んでいただければなと思っています。まとめるとですね、体型によって違うんですが、痩せ方の方はユニクロのスキニージーンズで濃いものか、もしくは少し色落ちをしたものを選ぶといいかなと思いますし、普通体型からぽっちゃり体型の方に関してはユニクロのスリムフィットですね、その中で濃いものか、もしくはちょっと色落ちをしたものを選べばまず間違いがないかなと思うので、頭の片隅に置いていただければなと思っています。そして次に大切になるのが、こういったジーンズをですね、どのようにコーディネートをするのかという点なんですね。これ次第でジーンズがですね、素敵に見えるかどうかが大きく分かれてしまうので、この点もぜひ皆さんには理解をしていただきたいなと思っています。着こなしに関しては僕は実際に全身をお見せした方が分かりやすいかなと思うので、この後ブルージーンズを履きながらですね、具体的に解説をしてみたいなと思っています。はい、ということで実際にですね、ブルージーンズを履いた状態で全身のバランスを皆さんに見ていただきたいなと思っています。全身といってもですね、今最大にカメラを遠ざけてるんですが、これ以上ですね、足元をお見せすることができなくて大変恐縮なんですが、足元はこんな感じになっていますね。まずですね、ブルージーンズのサイズ感から見ていただきたいなと思うんですが、僕が履いてるのはユニクロのスキニーフィットなんですけども、フィット感としてはですね、これぐらいが理想的ですね。足にフィットしていて無駄なゆとりはないのが分かっていただけるかなと思います。ただそんなにピタピタすぎないので、ムチムチ感みたいなものは出ないので、これぐらいのフィット感を一つの参考にしていただきたいなと思っています。で、最近の細身のジーンズというのは特にですね、膝から下にかけて細いものが多いんですね。ここがしっかりとフィットしていることで足が綺麗に見えるので、このあたりのフィット感というところは重視してもいいのかなと思っています。痩せ型の方はスキニーフィットがいいかなと思いますが、通常体型から
からぽっちゃり体型の方はですね、スリムフィットを選んでいただいて、自分の足にフィットするものをですね、ぜひ選んでいただきたいなというふうに思っています。そしてもう一つ大事なのはジーンズのですね、裾の長さなんですね。これがですね、あまり裾上げをしないでダボっとしている方も多いんですけども、基本的にはハーフクッションとかワンクッションと呼ばれるように、靴の上に少し乗っかって少しだけたわみができる状態がいいかなと思っています。僕はですね、ちょっと特殊でノークッションが好きで、あんまり溜めるのが好きじゃないので、かなり短めにしてるんですね。 9.5 分丈ぐらいの長さなんですが、まあ、好きな方はちょっと短めに仕立てるのもいいかなと思うんですが、基本的にはあんまりクッションができすぎないようにしてもらった方がバランスがいいのかなというふうに思っています。ユニクロに行って店員さんと相談しながら、ハーフクッションでお願いしますだとか、まあ、すっきりめでお願いしますという形でお伝えすれば、まず間違いのない仕上がりになるかなと思いますので、ぜひ覚えておいていただきたいなと思っています。そして色に関しては、先ほどもお伝えした通り、少しですね、色落ち感が感じられる方が僕は好きなんですね。まあ、濃い色のジーンズというのは特にですね、大人の男性には似合うんですね。40代以降の方だと濃いものの方がより切れ目な印象になりやすいのかなと思っています。ただ僕はですね、どうせジーンズを履くのであれば少し色落ち感を楽しみたいので、これぐらいの濃淡が出るものの方が好みなのかなというふうに感じています。そしてこのジーンズというものをコーディネートするときには、どういったアイテムを合わせるのか、これがものすごく重要になるんですね。そもそもブルージーンズというのは、きれいめとカジュアルのバランスで言ったら圧倒的にカジュアルなアイテムなんですね。ですので、このカジュアルなアイテムに対してどんなものを合わせるのかがすごく重要で、このカジュアルなジーンズに対して他のアイテムもカジュアルだと全身がカジュアルになってしまうんですね。そうすると僕ら世代にはですね、どうしてもマッチがしないんですね。もう見た目は十分大人の男性なのに、着こなしが学生さんっぽいと、そこに違和感が出てしまうので、少しきれいめなアイテムとこういったブルージーンズはミックスさせてあげるといいかなと思っています。具体的にどんなものを合わせると相性がいいのかというと、上半身に関しては僕が今内側に着ているのはニットですね。ニット系のアイテムというのはブルージーンズとすごく相性がいいですね。まあ、ニットというのはきれいめとカジュアルで言ったらきれいめのアイテムなので、こういったものを合わせてあげると大人っぽく、すごくですね、上品な雰囲気が漂いやすいのかなと思っています。中でも色に関してはブラックですとかネイビーですとかホワイトのような、明るいか暗いかはっきりしたものを合わせてもらうと、結構ブルージーンズのですね、カジュアル感を和らげることができるのかなと思っています。僕は今回ですね、白系のニットを合わせてブルージーンズのやぼったさにちょっとですね、清潔感みたいなものを足すようにしました。もうニット系はブルージーンズとの相性がめちゃくちゃいいので、ぜひ皆さんも合わせていただきたいなと思っています。僕はニットを合わせることが多いんですが、一方で結構難しいのがスウェットだとかパーカーというアイテムですね。このあたりはカジュアルめなトップスになるので、ブルージーンズと合わせてもらうと両方ともカジュアルになってしまうので、あまり僕は推奨しません。同じようなトップスであれば間違いなくニットの方がいいかなと思うので、こちらを優先していただきたいなと思っています。そして僕は今回ニットの上にですね、ネイビーのジャケットを着ていますが、このように休日に活用できるようなジャケットとジーンズというのはめちゃくちゃ相性がいいんですね。これはですね、昔からの鉄板の組み合わせなんですが、きれいめのジャケットとカジュアルなジーンズというのは相性がいいので、ぜひ皆さんにはお試しいただきたいなと思っています。まあ、とは言ってもですね、ジャケットにもいろんな種類があって、スーツのジャケットをそのままブルージーンズに合わせるというのは NG です。あくまでカジュアルで着るような肩パッドもなくて軽めの仕上がりのネイビージャケットに対してブルージーンズを合わせるのが鉄板かなと思うので、この点は頭の片隅に置いていただければなと思っています。まあ、ユニクロの中では感動ジャケットなんかが相性がいいので、そういったものとブルージーンズを合わせる組み合わせはぜひトライをしていただきたいなと思っています。その他にもですね、冬場だったら様々なアウターを羽織るわけなんですが、そういう場合にも着丈が短いですね、 G ジャンだとか MA1 だとかコーチジャケットだとか、こういったものはカジュアルに見えるので、あまりジーンズと合わせない方がいいかなと思っています。一方でどのようなものがあるのかというと、チェスターコートですとかステンカラーコートですとか、着丈の長いアウターだと結構ですね、きれいめに見えるので、ブルージーンズと合わせることでカジュアルときれいめのバランスが取りやすいかなと思っています。今回はせっかくなので、チェスターコートとのコーディネートをこの後お見せしたいなと思っています。
はい、着替えてみました。どうでしょうか。チェスターコートとブルージーンズの合わせというのは僕の中では鉄板ですね。これは着ていてすごく安心感のあるコーディネートかなというふうに思っています。まあ、チェスターコートというのは本来はめちゃくちゃきれいめなアイテムでスーツで合わせるようなコートなんですが、結構この2つが相性が良かったりするので、ぜひ皆さんにも試していただきたいなと思っています。ちなみに今回のコーディネートはほぼ全身ユニクロで構成することもできるんですね。今着ているチェスターコートはユニクロの定番のものですし、内側に着ているこのようなニットもですね、今回はグローバルワークのものなんですが、同じくユニクロでも買うことができます。そしてブルージーンズに関しても鉄板のユニクロで買えますので、ぜひ皆さんには参考にしていただきたいなと思っています。そして最後ですね、靴なんですね。靴も結構重要で、ブルージーンズに合うものと合わないものがあるんですね。ちなみに僕は今白のスタンスミスを履いていますが、これはジーンズと相性のいいスニーカーかなと思っています。靴にもですね、きれいめなものとカジュアルなものがあるんですが、一番きれいめなものはシンプルなストレートチップのようなスーツでも履けるような靴ですね。これが一番きれいめで、カジュアルなものだとスポーツ用のスニーカーですね。ちょっと多色使いだとかデザインが凝ったものなんかが割とカジュアルめの靴なのかなと思っています。この中でどれが一番合いやすいのかというと、僕はですねレザースニーカーなのかなと思っています。まあ、スニーカーの中でも比較的スッキリとしていて大人っぽく見えるようなレザー素材のものがブルージーンズとは相性がいいのかなと思っています。まあ、代表的なのがアディダスのスタンスミスですとか、あとはブラックレザースニーカーというものがあるんですね。いわゆる白のスタンスミスの黒バージョンと思っていただくと分かりやすいかなと思うんですが、これは普通の革靴よりはカジュアル感があるんですけども、すごく見た目の雰囲気としては上品に見えるので結構おすすめのスニーカーかなと思っています。一方で本当にスーツに履くようなレザーシューズだとですね、どうしてもブルージーンズとの雰囲気があまりに合わないので、これはおすすめしません。もしどうしても革靴が履きたいのであれば、ローファーだとかスウェード系の靴を合わせてもらうと、こういったブルージーンズとの相性が良いのかなと思っています。やや上級者向けではあるんですが、ブルージーンズに対してこのような革靴を合わせるという着こなしも王道で、結構おしゃれ上級者の方はよくやっているので、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではジーパンはオワコンかというテーマについてお話をさせていただきました。結論を言うと、ややですねオワコンに向かっていってるような感じはあるんですが、ブルージーンズというのは永遠の定番的なアイテムであって、これがなくなることは間違いなくないということなんですね。そして僕たち世代にとってはこのブルージーンズというのは見慣れたアイテムであって、かえってですねワイドパンツなんかを履くよりも僕ら世代としては受け入れやすいですし、こちらの方がおしゃれに見えやすいと思います。やっぱり見慣れてるかどうかってすごく重要で、世の中のほとんどの人はおしゃれにめちゃくちゃ敏感なわけではないので、ワイドパンツというものを見てもそれサイズ合ってなくないって言われたりもするので、その中ではですねしっかりとシルエットの整ったブルージーンズで、なおかつコーディネートをしっかりと構成すれば、そちらの方が断然素敵に見えやすいかなと思っています。ですので今回ご説明したようなブルージーンズの選び方ですとかコーディネート方法というところをしっかりと押さえながら、皆さんには存分にブルージーンズというものをお楽しみいただければなと思っています。僕も久々にブルージーンズを履いてみたんですが、まあ、この着こなしを見てみるとやっぱり王道感があって間違いのない選択だなというふうに改めて実感をしました。ぜひ皆さんにもですねブルージーンズというものを再評価してもらって、日々の着こなしの中に生かしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。